僕はこの春、あれ、長田ロックセブンって、あ、ね、よく来るよね。僕はこの春、福岡から上京してきて、初めての一人暮らししてますって。福岡だったんだね。福岡の人。はい。福岡は危険だ。危険です。福岡から、この春だって。はい。で、福岡ではゴミ出しは夜に行うのですが、東京ではゴミ出しは朝しなきゃいけないので戸惑ってます。まあ朝だよね。福岡ってカラスいないの？いないんじゃない？カラスいたら、だってやられちゃうでしょ？カラスやられちゃうでしょ？だって夜出したら。夜出したら。カラスにやられちゃうからいけないんだよね。そう、東京はそう散らかるんだもん。うん。カラスが全部持っていっちゃうから、ぐちゃぐちゃするからね、あ、福岡は夜出していいんだ、ゴミ。へぇー。いないんじゃない、カラス。多分いないんだよね。福岡でもそういう、ちょっと地方の方なのかな。確かに、福岡カラスって聞かないもんな。福岡カラス。東京カラス。あれ、東京砂漠だ、あれ。砂漠。あれ、東京砂漠だ。うん、ないね。うん。確かに、福岡砂漠。へぇー。確かに、こういう、福岡なんてあんなに大都市なんだけど、東京来ると、やっぱ違うこと、勝手が違うことがあるんだね。ラジオネーム、ディープ赤町。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は先週、焼肉屋で初めてホルモンを食べました。が、飲み込むタイミングがわからなくて吐き出しました。もし、おぎやはぎのお二人がホルモンが好きだったら、その美味しさを教えてほしいです。どんなまずいとこ行ったのよ。ほんと、ホルモン。昔はね、昔のホルモンって、そうだったよね。ダメだったね。いつ、なんだこれみたいな。そうそうそう。いつ飲んでいいかわかんないみたいなけど。嫌いだったけど、最近美味しい。最近うまいんだよ。あんまりある？そんな、最近そんなまずいホルモン。ない。変なとこ行ったんだろう。変なとこのホルモンって頼まないもん、変なとこでも俺。なんか。確かに、この店はホルモンがうまいっていう評判のとこしか頼まないよね。そうそう、ホルモンってそういうものじゃない。うん。だからあんま変なとこ食べないかわかんないな。うん。ホルモンは大体でも味がなくなってから飲む感じ？ホルモン？結構噛むでしょ？ 10 回ぐらい噛むよね、10回以上。10回しか噛まねえの？10回ぐらいだよ。ハンバーグだって10回噛むよ。ハンバーグ、はい、うん、だ10回ってことだよ。シミュレーションしてる。なんて。飲み込んじゃったもう。いやいや、結構早め飲み込んじゃった。なんか結構7回、8回、9回ってゆっくり飲み込んでいってんね。どんどんなくなってきてる。10回ぐらいになってると。なんかさ、ホルモンもさ、種類がいっぱいあってさ、ミノサンドとかさ。何サンドって。うん、ミノ。ミノね、ミノ。うん。あれ、溶けちゃうやつだろ。ミノは溶けちゃうの？ミノサンドっていうの。ミノサンドってなの？うん。それ溶けちゃうの？ミノってもつ鍋のさ、うん。もつ鍋ってさ、俺たちが若い頃ぷにょぷにょついてなかったじゃん、うん、ついてない。最近のもつ鍋はぷにょぷにょついてるじゃん、もつに。うん。あれがついてるやつ、ミノサンドって。ぷにょぷにょが。ミノに？そう。あれも焼いて食べるともう溶けちゃう。ああ、焼け、いや、口の中入れると溶けちゃうの、あれ。噛まなくて溶けちゃう。あ、溶けちゃうの？ほんとプリプリしてないの、ずっと。してない。溶けちゃうの？溶けちゃう。しかもあんまり焼かない。昔ホルモンはよく焼けって言ったでしょ？俺結構今焼いてるよ。その、ミノサンドのプニプニのやつは、全然焼かなくて。焼かなくていいんだ。溶けちゃう。やりすぎて溶けちゃうんだ。溶けちゃう。そう、ほんとに焼きすぎて溶けちゃう。溶けちゃうんだ。だからもう。ミノサンド俺知らなかったわ。から、うん、部位にもよるよな。あんま好きじゃない部位確かにあるわ。あと、飲み込みづらいやつ。あ、それ頼まないもん、ね。そう。うん。そうよ、頼まないよ。だいたい、うん。ホルモンってなんか、2、3種類、知ってる2、3種類しか頼まないでしょ、ね、うん。で、俺は、だいたい好きな焦げ目がつかないと食べない。ああ。あの、タレがついてんじゃん、だいたいああいうのってね、うん。最初にね、味付けで、うんうん。で、あれが焦げないと俺は本当に、あの焦げが好きで頼んでるみたい。なものよ。ああ、なるほど。もう、だから、すげえちっちゃくなってるんだから。わかる。肉が焼いて、俺が食べる頃には、すごいちっちゃくなってる。ジョビちゃんに対抗しようとしてる。俺がやるとね、すごいね、肉がね、ちっちゃくなっちゃう。ずるいよ。ずるいよ、トゲちゃん。トゲちゃんに勝とうとすんの。ちっちゃくなっちゃうもんね。でもね、美味しいホルモンダメな。そうだよ、これはそう。調べてね。うん、調べて言ってあんだ、ちゃんと。一個教えてあげたいけどな。でもこれラジオで言ったらさ。そうだよ、すぐ行ってね。行ってさ、流行っちゃってさ、嫌なんだよ。それどこ、場所は。ん？場所。
いや、もうそれ調べたらもう分かっちゃうんだって。あ、もう。もうこれを言ったら、あ、そう。今俺の場所行ってホルモン出たら多分そのね、ネットで、今俺が言うと、うん、それスペースホルモンって言ったら、もう多分その店出てきちゃう。もう一番上に出てくるぐらいの。出てくるんだろうね。そんな有名。うん。宇宙っていう場所。え？場所は。いやー、ヒントよ。ヒント。恵比寿の隣。エビスの隣。ああ、ああなるほどね。うん、東京。ああ、あっちの方、外側の方。エビス。いやもうダメだ。エビスの隣って言ったらいろいろあるよね。どこ上がる？うん、エビスの隣って言うと。まあ中目黒とか。た、うん、だ日比谷線で言うとそうだね。うん。うん、あとこっち側。もう代官山とかも。代官山もそうだよね。隣って感じだね。でしょ、うん。渋谷もあるけど。山の砂と渋谷。うん、で、逆側が、目黒。うん、待って、逆側が目黒。あーあー違うよ目白だよ目白の隣だよ目白の隣だよ目黒だそっかそっかそっか。目黒そうだね。なんか最近なんか増えたらしいしね。目黒に美味しいお店も。いやー。うん、なるほど。ラジオネーム。大外の福平場。小木さん、八木さん、小武手さん、こんばんは、はい。初体験ですが、僕は4月から大学4年生で、現在就職活動初体験中です、うん。毎日企業のセミナーや説明会に行ってます。毎日が刺激的です、うん。それにしてもリクルートスーツの女子はいいですね。ムラムラします。へえ、俺全くないんだけどリクルートスーツの女性って。うん、ね、何がいいんだろう。全く色気がないよ。フィエちゃん好きですよ。フィエちゃん好きなの？大好きですよ。そう。リクルート。何がいいの？わかんない。俺何がいいのか。地味で何がいいの？あー、似合ってないとこがいいんだ。背伸びしてるか。このまだ子供なのに。スーツ着てね。あー。なるほど、そういうことか。へぇー。そう、それが嫌なんだけどね。似合ってないのが俺は。ちょっと。やっぱ板についてないと嫌なんだよな。嫌らしい格好も。そっか、就活か。したことないからな。ね。俺じゃないかわかんないけど、楽しそうだよね。まあ、大変ですけどね。小牟田さんも何でしたって就活。しましたよ。うの、ん、え？うわってしましたよ。嘘だ。しましたよ普通に。嘘だ。いろいろ受けましたよ。ええー。マスクも受けましたし。アパレルまで受けましたもん僕。本当？大学4年の時3年？いえ4年か。4年。じゃあこの仕事はいつ？全部落ちましたけど。全部落ちた。落ちた。だって俺たちの時ってちょっと厳しくなりだしたんじゃなかったかな。違う。ね。まだ俺らの、だって。結構ベビーブームだから、子供多いから大変なんだ、確か。2個上でしょ、うん、そうね。そうそう。人数多いから。そうなんです。やっぱ、工務店さんも、こうやってしっかり見えるじゃないですか、こう、うんうん、作家の職種の割にはっていうか。うん、やっぱ本当どうしようもない。